はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ゆうゆうまさじるさん9月にはですね新イベントが2個あるというお知らせがありましてですね、今回はこのイベントの、おすすめデッキをね、ご紹介していければいいのかなというふうに思っております。でイベント2個あるというところで、9月の13日からは群雄割拠というイベントで、9月の19日からは、エクシーズフェス、フュージョンフェスティバルが開催されると。でフュージョンエクシーズフェスティバルの方はもうフュージョンフェスティバルがそもそも前やってるし、でエクシーズフェスティバルも前やってるんで、なんかその、制限のデッキ使っていただければなんか強いデッキなんとなく分かるんですよね。だからこのフュージョンエクシーズフェスティバルは別になんかそのおすすめデッキ多分なんかあんま言わなくても別にいいかなと思ってて、こちらの群雄割拠孤島の覇者っていうのが完全新イベントになってて、今回はこのイベントの話を中心にしていこうかなと、はい、思ってます。でですね、このイベントかなり独特な種族縛りがありまして、専用レギュレーション、種族縛りでデッキを組んでくださいと。で、獣戦士、獣、鳥獣、昆虫、爬虫類という、そのモンスターしか使っちゃいけないですよっていうイベントなのね、はい。でデッキは一つの種族でまとめることもできるし、これ全種族を入れてもいいと。全種族入れるデッキあんのかみたいな話ありますけど、そういうデッキを作ってもいいですよというところですね。でゲームバランスを考慮して一部使用できないカードがありますというところで、このね一部使用できないカード結構やばくて、ちょっとねリミットレギュレーションの話を先にしていきたいんですけども、デフレがやばくて今回のリミットレギュレーション、孤島の覇者、これ見ていただくと分かるんですが、フィルターかけると、まあどういうカードが使えないか分かるんですよ。フィルターは、ここに鳥獣、獣、獣戦士、爬虫類、昆虫、これかけていただけばいいんですけども、こうするとまあ新たに何が禁止になってるかっていうねのがなんとなく分かるんですね。でこれ見ていただくと分かるんですけども、例えばシムリグだと、デッキからミストバレー呼んでくることはできませんと。はい、これきついですね。非常にシムリグを使う意味が一個薄れてるというところ、それから、レイドラプターズアルティメットファリコンさんがなぜか禁止、嘘でしょ別にこれ別にいいと思うけどな。そのなんか幻影とかが使えるわけじゃないから、レイドラプターズとかなんかあんまそんなになんか化け物みたいな展開してくる気はしないんですけどね。なぜかアルティメットファルコンさんが、禁止というところと、それからLL だとインディペンデントナイチンゲールさんでね、これはまあちょっと悪さしそうだからっていうことなんでしょうか。で BF フルアーマードウィング、これが禁止。これ BF やばいくてさ、フルアーマードも禁止なんですけど、関連カードから、これとか、これとかね、禁止になってたりするんですよ。この辺とか。だから、フルアーマード、禁止は確か旋風じゃなくて、こっちだったかな。黒羽の旋風が、禁止で、それから、黒い旋風が確か制限だった気がする。そういう感じ。いかれてるでしょ。で、だからもう、ブラックフェザーは絶対使わせないみたいな、鉄の意思を感じるよね。あとブラックフェザードラゴン、そもそもドラゴン族だしとか、あとこれね、ナーベル禁止なんですよ。鉄獣ナーベル、まあ、ナーベル以外にもね、鉄獣のねリボルトが禁止になってました、今回の制限で。ちょっと鉄獣出張厳しいと思います。はい。でフアンダリーズは当たり前になんかエンペンとイーグルが禁止になってて、でウキウキメルフェイズも禁止という感じですね。これなかなかにね厳しいですよ。強そうなデッキ結構食えません。で制限カードを見ていただくと、例えば、妖戦獣、かまいたち制限だったりとか、まあ、妖戦獣はドローソースも結構禁止になってるからね、剛剣とか、あとそれから、まあ、命削りとか、あの辺も全部禁止なんで、それはそれで厳しいんですよね。とか、ムーンライト、これカレドチック制限だし、あと愚かな服装もこれ禁止なんですよ。おろ服禁止、終わってる。いや厳しいわ。はい、で、BF、シム制限。結構ね、こんな感じでね、リミットかかってるんですよ。あと、戦火は損保が禁止とかね、損保禁止じゃねえ、制限とかね、こういう、まあ、リミットのかけられ方をしていて、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、すごくデフレしてるんです、環境が。だから、いろんなデッキが多分ね、弱いんですよ。フルパワーで使えないっていう感じなんですね。で、そうなった時に、まあ、どうするかっていうところで、こういうだけやったら使えそうだよっていうのをちょっと、いくつか考えてきたんで、発表していきたいなと。はい、思います。いきましょう。まず一つ目はですね、戦火デッキですね。こういうデフレ環境の時って結構高校ワンキルするデッキとかって意外とね活躍できるんですよ。イベント、いつものイベント結構周回してる人だと分かると思うんですけど、意外と高校ワンキル決まったりするじゃないですか。
なんかこういうデフレ環境イベントって。で戦火ってもともとデッキのパワーとしては結構高くて、で、まあ、割と先行も全然あの展開っていうか、妨害は構えられるんですけども、高校でワンキルするの結構得意なんですね、このテーマで。高校ワンキルで使えるカードが結構通りやすいと思います。なんでかっていうと先行展開が弱いからです。あの多分環境的にあんまりね、めっちゃ妨害敷いてくるようなテーマないんですよ、多分ね。だから例えばサンダーボルトであるとか、ライトニングストームであるとか、禁じられた人しずくであるとかね、こういう系のカード多分ね普通に効くんですよね。はい。で、まあ、あと心変わりとかもそうだね。あのそういうカードも多分刺さるとは思う、盤面的には。で、手札誘発は増殖する G と、あとそれからまあ無限保養くらいですね、採用できるのは。あと DD クローとかも一応ありますけど、まあ、基本的にはこの2種類が、まあ、選択肢に入ってくるかなって感じはしてるんで、まあ、これをね、なんだ、入れて、で先行はある程度相手の、まあ、展開を抑えて、で後攻からまくっていくみたいな感じのイメージです。はい、戦火はね、多分。で戦火はちょっとね、存亡のね制限が若干きついぐらい。ただ多分ね、あのね、天気3枚あるし、ワンダーランド、その高校から出していけるモンスターめっちゃ多いんですよ。今回ちょっと獅子アルファとかも入れてみてるんですけど、この辺のカード結構ね高校から強いからね、多分ねいけんじゃねえかなと思ってます。はい、正直。あと、あ、先に言ってくるの忘れてた、あの今回のイベントまだ全然始まってなくて何も調整しないんで、スーパーエアップ状態なんですよ僕。なんでちょっと皆さんね、参考にしていただく程度に抑えていただいて、実際イベント始まったらね、ご自分でちょっと調整して使っていただければなと、はい、いうふうに思っております。はい、とりあえず戦火は多分強い。2つ目ビートルーパー、これもね多分強い。これなんでかっていうと、あのね、デフレ環境下においてこの昆虫族デッキの展開力っていうのはねものすごいんですよ。はい、展開力だけで言ったらもうティア1なんじゃないこのデッキ。これ正直その新カードが追加されてさ、あのグレートインセクトとか追加されてって、ランクマ用に作ってた構築をほとんど変えずに、なんかうららとか抜いたぐらいで、もうほぼフルパワーで使ってますこれ。ほぼフルパワー。あのレイバのインセクター剥がれっき、これ妨害、まあ、先行取っていく一応構築にはしてて、先行で展開してこのフロートスティングを構えるよっていう構築には一応してるんですけど、別に高校でもね展開通りはまあある程度ものすごい、昆虫族モンスターいっぱい並ぶし、あと多分高校まくり系のカードで流行るのって多分サンダーボルトとかライトニングストームとか、まあそういう系のカードだと思うんですよね。あのブラックホールとか、だからそういうカードに強いんですよこれは。インビンシブルアトラスがこれ効果打開さないんで、これこの人相手の効果対象ならず効果打開さないっていう体制あるんで、だから確実に3000で腕組んでエンドできるんですよね一応。だから、まあ、結構強いと思います。3つ目はですね LL ですね。 LL もねこれね鉄獣がさめっちゃ死んでんですよね。フラクトールは2なんですけども、こっから落とせる、キッド、そしてナーベル、そしてリボルト、この辺のここね、これが禁止っていうのが痛すぎワロタで、だから鉄 L 鉄はね多分ねちょっと組めないんですよね、そのいわゆる L 鉄は。でじゃあどうするかっていうと、まあ、普通に LL を、まあ、たくさん入れて、まあ、LL に寄せる構築になるかなと、はい、思っていて、でフラクトールはもう本当だからほとんどその LL を落とす役割だよね。 L を落としてで拾うっていう、まあ、そういう役割になってます。で先行であればアセンブリナイチンゲールとか、あとおっぱいブルンブルンロビンちゃんとかを立てて妨害していけばいいし、高校だったらもうアッセンブリーナイチンゲールちゃんを立ててね、こいつのダイレクトアタックでかまして、ワンキル取ればいいんで1600とかでなんか5連打ぐらいできるんだね、このデッキなんで、まあ、そういう動きを、見せていけばいいのかなと。で一応ね、ゴッドバードアタックとかも積みますんで、まあ、この辺でなんかちょっと頑張って妨害を用意できればいいかなみたいな感じの構築に、しております。強いかどうかは分かりません。4つ目、ハーピー、ハーピーシムルグ、こういうリミットでくらいでしか活躍できないんじゃねって思ってるんですよね。ハーピーとかってマジで多分普段使ってる人ほとんどいないレベルだと思うんですけども、このハーピーというデッキなんですが、デュエルリンクスでは環境トップでだったことがあるテーマでございまして、結構ね
きついのはこの羽吹雪っていう超絶対話拒否カードが制限であることですね。このカードマジで強いんですよ。これが、まあ、先行で打っても強いし後攻から打っても強いから、まあ、このカードをね打っていけることがこのデッキを使う理由になってるんですけど、これ1枚なんですよね。なんで、これ1枚なんですけど別にサーチはできるんですよ。このヒステリックサインっていうカードを墓地に送ることができれば、これ墓地を送られるとね、ハーピーカードを3枚手札に加えるっていうガチでやばい効果がありまして、まあ、これをね、あれです、狩り場かなんかで割っていこうと思ったんです。ちょっとね、本当はサモンプリストとかいるとめっちゃ簡単なんですけど、ちょっとそれできないんで、狩り場をね、クイーンでサーチして、狩り場でこのヒステリックサインを叩き割って、で、これをサーチして、相手のターンになったらもう羽踏みぶち込んだろって思ったんですね。はい、これで相手は、発動したモンスターとか全部無効になるんで、まあもう罪というところですね。これを狙っていきたい。あとギミック上ハーピーの羽根暴起とかサーチできるんで、まあわなびとかにも強いでしょうし、まあ、低火力はある程度あるので、まあ横にモンスター並べることはできるかなっていう感じですね。ハーピーのスクラッチクラッシュっていうモンスターが中断なしでもシンクロ召喚できるようになってますんで、ハーピーとりあえず適当に2体並べばこれは出るんで、なんか除去能力も一応そこそこはあるかなっていうところですね。はい、まあちょっとミストバレーの巨神鳥いないのきつすぎだけど、まあ多分ね、展開自体はそんなに何申し分ないところではあるから、まあちょっと気になった方は使ってみていただければなと思います。いやもう本当ねこのぐらいなんですよ。いや一応いろいろ考えたんですけど、まあ本当に妖戦獣やら BF やらレイドラプターズやらスケアクローやらメルフィーやらなんかね全部ねなんだかんだどっかに欠陥を抱えてまして、このリミットレギュレーションで使えると私が判断したデッキ意外とこんなもんでした。ちょっとまだたくさんあると思うんで、皆さんよかったらこんなデッキこんなカード強いよみたいなのがあったら教えてください、ぜひ。はい、で一応最後に汎用カードというかこういうカード結構強そうだよみたいなやつをちょっとざーっと説明していきたいんですが、まあ説明するまでもないみたいなカードなんですけどね、まあ、増殖するし無限保養は多分普通に飛んでくるかなというところですね。あとまあ一応手札合わせで使えるのは DD 強ぐらいで、高校まくりカードかなり強くなってると思うんですよ。なので高校まくりカードへの対策は必須かなと思っていて、まあ、例えばブラックホールであるとかサンダーボルトであるとかね、ハーピーの張り暴起、心変わり、ライトニングストーム、名誉結界派などなど、まあ、この辺の、いわゆる高校まくりカードは多分ね結構飛んでくるような気がするね。うん、あとコズミックサイクロンとかも飛んできそうで、神系の罠はね先行でセットされるのが結構あるかなと思ってて、これ汎用カードなんでね、しかもなんか全部積める、まあ、全部積んだら9枚ぐらい積めるんですよ一応。だから、まあ、激気も、神戦神通神系全、積みみたいな激気もデッキも一応できるから、だからまあ入れたい人は入れてください。はい、でまあシーズはまあ別にいいかな、これとか説明するまでもないかなっていう感じするんで、なんかデッドレシーとかワンチャン活躍するかもしれないぐらいで、はい、まあこんな感じでした。ちょっと他にもねこんなカード強そうですみたいなのがあったらぜひ皆さんも教えてくださいコメントで。はい、イベントいずれにしても楽しみましょう。まあ、正直どのデッキ使っても楽しんでいただければいいと思います、こういうイベントはね。はい、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。